鹿児島市平野町の平田公園内にある、平田幸恵蔵地水神社大館、薩摩工事役館跡にある、平田幸恵蔵、平田幸恵法暦5年5月25日は、江戸時代中期の薩摩藩が廊。法暦3年の基礎参戦分流工事の責任者。父は、平田聖母、母は島津淳さん、男家の島津助の城忠盛の娘。意味名は、の地、宗助。 小助。通称ははじめ次郎兵の地、新左衛門、家門、幸恵。公的には病死だが、法歴治水の責任を取って自害したとされる。後に、孫の平田家佐次郎が家督相続する。その時の国高は533国。以下は、鹿児島県立図書館所蔵の平田幸恵関係資料集の平田氏経図参照。百五十3年。 徳川幕府は琉球との貿易によって財力を得ていた薩摩藩を恐れて毎年反乱による被害が多発していた基礎参戦の分流工事を薩摩藩に命じる。工事費用は薩摩藩が全額負担、大工などの専門職人を一切雇ってはならないとした。露骨な弾圧政策に薩摩藩は幕府への反発を極め、 このまま潰されるくらいなら一戦交えようという過激な意見まで紛失したが、平田が民に尽くすも、また武士の本文と切破して、工事を引き受けることとなり、平田は総武業となる。40万両にも上る工事費用を捻出するため、大阪合商から借金を重ね、幕府へも、たびたび専門職人の雇用許可を要請するも許可は降りず、工事のやり直しを命じられることがしばしばあった。 工事に派遣された薩摩藩士たちの過労や伝染病による死亡が相次ぎ、また幕府に抗議して切腹する薩摩藩士たちも続出した。この件に関して平田は幕府との摩擦を回避するため切腹した藩士たちを事故死として処理している。薩摩藩は最終的に病死33名、自殺者52名という多大な殉職者を出している。分流工事は 着工から一年三ヶ月ほどでようやく完成したが、その後平田は死去した、去年五十。遺体は、山城国伏見の大国寺に葬られ、遺髪は、鹿児島城下の妙国寺に埋められる。藩主塔数十年も、振動で、後を、追うように翌月に27歳で病没している。時世の句は、住みなるし里も今さら名残にて立ちずわずら踏み野の、大木。 平田は藩への多大な負担の責任を取り違いしたと、される。だが、話の元になっている資料は、明治23年に発行された、治水協会観光の治水雑誌創刊号であり、それ以前の資料には自陣の記録はないとされている。同志によると、自害した薩摩藩氏は45人に上り、安流院で埋葬された、平田坊も、その一人だった。明治十三年、 三重県、都津村の西田喜平の運動で、薩摩藩主を称える、法暦治水の日が建立されたが、同日では、平田坊は、平田幸恵とされた。これは、平田幸恵が、大黒寺に葬られたことを見落としたために生まれた、誤解だった。西田は明治40年に、自費出版した、農尾税3大川法暦治水士で、強府の墓所を、大黒寺と訂正したが、 自害説はそのまま残った。それどころか、島津市予六星統計図には、平田は昨年から病気で未だ回復せず、さらに意を病んで5月24日数度溶決し、25日シスとあり、従来の美談が作られたとする説も存在している。ただ、同時代の公式記録に自陣という出来事を載せないという主張も存在しており、さらに検証が必要である。鹿児島では、 平田幸恵は小学校の道徳の福徳本に掲載されており、その名を知らない人はいないと言っても過言ではない。また、岐阜県及び愛知県の郷土市及び道徳の福徳本にも法歴治水の下りでは中心人物として取り上げられており、知名度は高い。平田幸恵の屋敷のあった場所は現在、平田公園となり平田幸恵の銅像がある。 明日に当たる毎年5月25日、薩摩義士衝徳慰例祭が行われている。岐阜県の海津郡に、かつて存在した平田町は、平田幸恵の功績にちなんで付けられた町名である。その海津市平田町三里にも平田公園があり、平田幸恵の銅像がある。法暦地水で、薩摩藩の本拠地となり、平田幸恵が自陣した大木役館は、2018年現在、 大牧薩摩工事役館跡として整備されている。平田幸恵を終園地の記念碑と平田幸恵の銅像がある。三重県桑名市の改造寺には桑名市指定史跡である薩摩岸墓所があり、法歴治水事件で犠牲となった平田幸恵ら薩摩岸が祀られ、21期の墓石が現存する。また、平田幸恵像もある。鹿児島県と岐阜県の姉妹県名 鹿児島市と大垣市の姉妹都市名役は、この平田幸恵の治水工事に橋を発している。遺発は妙国寺に埋められたが、廃物希釈により明治の初めに妙国寺から新し、寺新墓地に移された。さらに昭和に入って、国道3号線の拡張工事に伴い、直系の子孫であった、平田花が住む肝付郡高山町の丸岡公園墓地へ移転。 平田幸恵の命日にあたる毎年5月25日には親族によって慰霊祭が行われている。大正5年15位を追贈された。ありがとうございます。